皆さんお待たせしました。ちょっと遅れましてごめんなさい。インスタライブのお時間でございます。今日もですね、朝日の糖質ゼロを飲みながらお送りしたいと思います。もう早いですね。115名の方が、お越しいただいております。ありがとうございます。本日は、横に JJ 君おります。そして、ジャガーさんもおりますので、家族でお届けできると思います。よろしくお願いします。変なのを使ってあの遅れたので早めに始めたいと思います、ね、もう遅れてるんだから、うん、早めにって意味が分かる。分かりますよ。いつも5分経ってから始めるんですよ。だそれを早くやるんです。5分経たないでやるってことです。だって5分の段階でもう遅れてるわけじゃん。そうでしょ。だったらいいですよ。いつ剥がれてしまうか分かんないじゃないですか。そしたらまあ始まりますって言うわけでいいじゃん。大体無駄なんだ。いや別に正しいと思いますけど。正しいと思いますけどね。何人のせいなくてだよ。あ、やらないのかと思いました。すいませんでした。どうも、じゃあ今日はですね、あと1分したら始めます。あと1分したら、始めますのでよろしくお願いします。あ、長袖 T シャツですか。これクリームソーダのですね。こんな感じです。さあ、あと1分したら開始になります。現在、160名の方にお越しいただいております。先生の T シャツおしゃれ。あ、おしゃれですか。おしゃれではないんですけど、まあ昔買ってちょっと着てなかったんですね。ちょっと置いてありましたので今日着てみました。ここら辺しかなんかホコリかぶって白いもんな。違います。画面ですか。あ、そういう画面ですか。画面の影響ですか。画面ですか。はいはい。画面が汚い。はい、ジャガーさん同じこと言ってます。さあ、1分経ちましたのでインスタライブスタートします。医療法人リミ理事長、鎌倉女子大学教授、そして令和の虎の虎、木下いろかずです。ジェジェ君出てくださいね。いや、俺さっきジャガーさん。あ、そうね。うちは男を騙して嘘をつけてんだよ。嘘をつけてんだよ、お前。だって三重部ついてタイプじゃん。はいはい、わかりました。あ、どうしよう。高校生で何種類毎日のネルス結構やばい。よろしくお願いします。これ結構いるでしょ。エナジードリンク毎日飲む高校生多いでしょ。いや、お前飲みすぎだから。あ、また来た、また来た、横から来た。そしてジャガーさん。ジャガーです。はい、これだけインスタライブの方聞こえてますね。ジャガーさん横におりますので。いや、私ね、低いんだけど結構通るんだ。そうかな、あんまり通らないと思うけど。そうですか。あの、何、滑舌が悪いだけで声は通る。水で喋ってんじゃん。わかりました。そうですか。わかりました。さあ、今日はですね、まあいろいろネタがあるんですが、後ほどですね、はい、まあ極悪女王についてもまたジャガーさんとお話ししたいと思っております。一番人気の人は、はい、20、あの12月の。だから自分で言ってっての、それは。それね、通る声が言えばいいの。自分で通るって今言ったばっかりでしょ。ライブだから。はい。だからお前たちも宣伝告知の意味、はい、意味もあるのよ。わかりますよ。わかりますけど、これ久保さんもジャガーさんに言ってほしいと思ってるんですよ。違う。そうですよ。下にお願い。違う、絶対違うんですよ。ジャガーさんなんですよ。いや、ジャガーさん多分言うのめんどくさいだけじゃない。ダメですよ、それは。わかるよ、そんなことでは。手抜いちゃダメですよ。さすが息子。さあ、今日はですね、9月29日、9日、8日ですね。9月28日。9日じゃないですよ。明日試合なんだって。はいはい、いや、そうじゃなくてですね。だから、一番違ってるよっていう。はい、10月1日から、インフルエンザの、予防接種が大体全国的にスタートになります。あ、なるほど。まあ、ジャガークリニックはちょっと早めにもうスタートしてますけども、はい、打ってるみんな。はい、そうですね。みんな来たね。ジャガーさん、あの、参加するんだったらこっち来てくれませんか。ここで見たい。いやー、でもね、やっぱ10月ですよ。はいはい、まあ、いよいよね。いよいよね。もうハロウィンが近づいてきた。あ、来た。はい、それ、そういうのをね、日本人はないのよ。あ、そうなんですか。で、スプリンターズディックスも終わり。いや、知らねえよ、感じだ。急に競馬かわね。秋がね、ちょっと若干感じさせつつ、はい、もうすぐ冬というふうに感じさせつつ。落ち葉だから。いや、そうなんですけども、もうあのこちらのね、佐久瀬高校の佐久大でございますが、はい、もうね、夜結構寒いんですよ。寒いですよね、もうね。半袖結構きついっす。あ、そうなんだね。はい、もう、あの、はい、もうそれしかないんで、ね、まあ、16度とか17度行くんですよ。
やっぱ寒いね。寒いです、うん、だからやっぱちょっと羽ちょっとね上にちょっと羽織りたいなというふうに。駅から寮まで走れよ。すいません、あのそういう話じゃないんですよ、ね、走るとかね。本当にねどんどん突っ込んでくるけどちょっと困るね。困るんですか。ちょっと壊し屋だね。はい、でまあ10月1日そしてまた脱いだね。靴下脱いだね。また来たね。来たね。でも脱がないから帰ってきた。来たね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 。帰って帰って。それで、まあ、でそこではですけど、はいはい、まあ、10月1日がまあ予防接種のトンボなんですけども、はい、まあ、自作調整高校です、まあ、ちょっと関係はないんですけど、うん、あれは次々にですね我々の卒業写真の撮影をございます。あ、はい、アルバムのアルバムの、はい、じゃあちゃんと戻してくださいよ。頭わかんない、もしかしたら寝癖でブワーッてふざけんじゃねえ。だからでもこれはこれもそう決まるんだよ、うん、これでやっぱ自分の人生の高校、うん、だって大体さ卒業写真出てくるのってやっぱ高校が多いじゃないですか、うん、あ多いっすね確かにね。ここで全てが決まるって、うん、だから高校行ってないから全然ないんだよ学生の時の写真は。いやあるんじゃないですか探せば全然、ね、通学ねあるけど出さない。さすがジャガーさんですね、はい、やっぱ自分の話をしたからそうなんだよね卒業写真まだこっちの話なのにこっちのパートなのに大半私のファンでしょ。そうじゃそうなんですよ。あのすいません、この人の話を聞くっていう習慣つけなさいよ少し。絶対聞かないだったら出なさいよほんまに。もう面倒、しかも ねそんで黙ってたら寂しいんだよ。すいません、だから、ね、いつもそうなんだからさ自分出るんだったら来てよ。あのね顔見せたくないんだよ。意味がわからんよほんまに。面倒くさい、自慢できる顔なんだけどあんまり出したくない。今日よくジャガーさんなんで喋るか。あ、いや、どうしてですか。生マックに呼んでました。あ、なるほど生マックのおかげですね。そうなんです。いいですね、ハイノートね。そんでレモンサワーに。あ、よかった。今日は喋ってくれますよ。そうなんです。レープルさ、はい、そして今日はね明日試合だっていうのに結構ノリノリですね、はい、いいですね。さあ、インフルエンザ予防接種も喋れきれてないんですけど、すみませんね、どうも。途中で切られてるので。今年からですね、なんと2歳から18歳までは、警備、鼻にシュッシュッってこう入れるだけの予防接種が始まるんですよ。まあ、前も話しましたけど、はいはい、予防接種は注射だけではないと。ないと。鼻からいけると。まあ、もともとアメリカなんかはこれやってたんですけど、はい、日本もいよいよ今年から、認可がおりまして。日本は遅いね。いや、来日したもん。すいません、まだ途中なんですけど。いいね、途中じゃちゃいれっから大丈夫なんだよ。ブツブツ切らないでくれます、すいません。いや大丈夫、話が長いわけでもなんでもないんですこれ。あのね、短波単刀直入に言っちゃうとつまんない。短波ってなんですか。短波ってなんですか。短波ってなんですか。いやいや短波に喋ったらつまんない。はい、わかりました、わかりました。ですから、JJ 君は今年鼻でやります。そうなの。そうですね、俺がこれ人体実験だね。そうですね、それもどんな感じなのかっていうのを皆さんに皆さんにね、報告すると、はい、いや、私にもやってるので。ダメです、年齢制限でできません。64歳ダメなんですね。18歳までです。あ、よっしゃ、ちょうどいいじゃん。いや、ちょうどいいじゃん。お子さん気持ちは19だったの。それでもね、はい、ダメですね、はい、はい、ということで、インフルエンザ始まります。ジャガークリニックは1回4000円です。ですが2回やる方は8000円、警備は1回で済むんですけども1回で、8000円です、うん、まあ料金同じですけども、まあお子さんでも注射大嫌い、ね、痛がっても発狂しちゃうようなお子さんの場合は、うん、これは警備をおすすめです、うん、というネタでした。なるほどね。だからこれさっきもね、うん、コメントありますが、はい、鼻からは痛いのかな、うん、これ今後ね僕が、検証いたしまして、そうですね、痛いのかどうかっていうのを、まあ、鼻でやります。で、その今言ってますけど、うん、で父親のリールから、はい、多分恐れてるかなと思うので、そうですね、どうぞお召し上がりなんですか。今ジャガーさんと被りましたか。お見逃しなく。あ、そうですね、はい、さあ、そうですね、今週の出来事といえばやっぱりね、自民党総裁選ですよ。出た、昨日ありましたね。興味ないね、政経は。まあ、政経じゃないですよ、政治ですよ。政治ですよ、経済ではありませんよ、はい、はいはい、で、誰が勝ったかというと石破茂さん。そう、石破茂さんなんですよ。一番なんなきゃこれ。そういうこと、まあ、石破さんがなって、まあまあ賛否両論あるんですけど、まあ、ちょっと心配なことはですね、はい、僕一つあるんですよ、うん、石破さんは増税論者なんですよ。つまり現在の 10% から消費税を 15% に上げると。だいぶ上がった。これはねきついね、ちょっと国民10から15って結構すごいよ。結構きついと思いますよ。今度立憲民主党のトップは野田さんです。野田さんも同じです。野田聖子違うです、吉彦さんだったかな。野田吉彦、ああ元総理です。元総理です。この方がトップに返り咲いてます、はい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 、ということで、まあ、これね、ほぼほぼ増税に向かうんじゃないかというね。いやいや、マジですか。ちょっと恐ろしいなと思ってるんですよ。あ、うん、
大した感覚ないですよ、税金払ってない。まあ、いやでも、まず消費税を払ってますけどね。はい、はい、そういうことですね。はい、はい、これはね、税金の話、あの政治の話はですね、はい、インスタライブならではですね。あ、そうですかね。事情とか言えないじゃないですか、こういう話って。いや、今回ね、はい、で僕も、まあ、すごく興味あったので、はい、最後、高市さんと石破さんが残って決選投票、高市さんが勝つという、ね、情報来たんですよ、自民党の方から、はい、あのちなみに同級生の東君じゃないですよ、はい、東君じゃないところからかなり、まあ、新潮さんが高いところから来たんですけど、うん、でも違いましたね、うん、石破さんが勝つというね、もうちょっとびっくりしました。まあ、なんか女系天皇のやっぱね、やっぱ話推奨してるしってありますか、ね、うん、ああですね、まあ、これはでもやっぱね、賛否ありますよね。まあ、夫婦ね、同別姓とかね、まあいろいろあるんですよ、あるんですけど、まあ、石破さんがなりましたので、おそらく解散総選挙は11月10日になると思います、はいはい、10月22日が濃厚だったんだけど、石破さんちょっと長くやるそうなので11月10日、うん、これが解散総選挙になります。皆さん選挙行きましょう。なんかね、うん、まあ、なんかそのすごい個人的な話なんですけど、はい、何度か石破さんやっぱその総裁選落ちるじゃないですか。それ5度目ですね。だからやっぱなんていうの、個人的な話をしたら石破さん的には、まあ、うん、まあ良かったなっていうふうに慣れたわけですけど、とりあえず5回目の正直ね、いや、よく諦めなかったと思いますよね。ですよね。まあ慣れると思ってなかったと思いますけどね、ご本人もね。まあまあそうかもね、うん、ということで、はいはい、JJ 君は今日、はい、なんかちょっとあれですか、メモっていうかちょっと違いますか、皆さん見えないかな、ね、JJ 君メモとかちょっとうそうそう、若干これ黒いんだけど、お、まあこれ普通に単に僕病気ではないんですね。ですね、危ないですね、またね。また危ないね、ちょっと。いや、ではないんですけど、はい、まあこのね、先ほどね、チームシェロカツさんが、はい、なんかそれでなんとかってので、はい、あ、JJ も同じ服着てんのかなみたいな話あったと思うんですけど、はいはい、まあ全然違いまして、違いましてね、はい、まあ先週も来たんですけど、はい、はい、まあ僕がね、おっと、最近推してる女子プロレスラーの、うん、ラムカイ、あ、キョンシーじゃないですか、キョンシーでございます、キョンシーじゃない、あ、パンダでもございます、パンダでもないね、あ、ラム会長っていう、なんとプロレスラー、あ、いるんですよ、はい、で、まあその彼女と、うん、結構まあなんていうか、まあ親交があると言いますか、うん、まあ、まあ前回ね、YouTube 動画で JJ が成敗されるみたいな、はい、ありましたね、皆さんご覧になったかと思います、ジャガーさんへのドッキリ、そうなんですよ、で、それ最後に、はい、まあなんていうのかな、そのもしかしたら何かあるかもね、うん、あ、今後ね、そう、今後の展開あるかもねって話で、うん、浅草デートの話が出たと思います。出ましたね、浅草デート、はい、ということで、口だけではなくて、口だけではございません、はい、本日、29日ですね、はい、28ですか、今日28か、はい、28日ですね、午後、1時から撮影してまいりました。お、はい、浅草で、浅草で来ましたね、有言実行、しっかりね、いろいろあったんですよ、はい、じゃあなんでお前目元黒いのって話は、なるの、これは、はい、明日、私 JJ インスタに投稿いたします。あら、それで分かるかと思います。大体予想がつくかなと思うんですけど、うまいね、黒いのはただ助走したとかではなく、はい、ただ寝不足がつい、寝不足、それは普段からそうなんですけど、韓流スターの真似をした、あ、チャン寝不足ではないんですけど、ないんですけど、ないんですけど、なんかいろいろ各進化がございまして、韓流のチャン寝不足古いです。いや、本当40だったらそこが古いから、もっと古いですね。お前今何歳だ。いや、普通ハンディスターとね、グンちゃんが止まってる。止まってるんですよね。分かんないね。今いっぱいいるもんね。そうそうそう。まあそれはよくてですね。まあ、そういうことがあって、はい、うん、まあまあお前はなんで目元が黒いんだっていうのは、明日の JJ のとこで、ねえ、あるということで。皆さん、私が殴った。JJ のね、はい、インスタグラムの方をご覧いただければ、はい、そこに答えが。申しました、ね、やっぱフォローしなければ、ぜひ、うん、フォローしてやるとありがとうございます。いや、あんまりそんなもったいなぶるような内容でもないし、まあでも大体予想はつきますよね。まあまあそうですけどね、それはまあ、あくまで予想なんで、私殴られた、それでいいんだったらいいですよ、別に。それ私殴られた、虐待ですか、捕まる、虐待でね、逮捕されるっていう、もうね、冗談が昭和すぎる。いや、本当に過去に危ないことありましたからね。そう私は、ジェジェ君はあの学校の保健室に呼ばれてね、全裸でチェックされるっていうことありましたからね、そういうこともありましたね、肛門まで見られるっていうね、すごいことありましたね。顔ですね、顔ですね、が当時ジャラに指輪を入れた時に、はい、普通にバーンっていう、なんか裏剣だったかな、あれ。いや、そこまで痛いもんさせない。いやいや、でも、まあ、しっかり当たるんですよ、ね、しっかりなった時にここら辺なんかめちゃくちゃ切れたのか分かんないですけど、なんか結構色がついて、ね、しっかりなってましたね。そこね、監督に血出して。だけど実際にね、学校では問題視されて、かなり問題視、ジャガーさん
証人尋問、証人尋問されるっていう、そうそうそう、そういうことありましたね。虐待じゃないのかって、ありましたね。それってインターナショナルだと、そんなことないですけど、でそのなんていうの、その要は、うん、まあ、でも僕からするとね、虐待に感覚なかったんですよ。それは日常茶飯事だから、そのなんか別にその殴られるレベル高、なんか別にその殴られる動向で、はい、なんか怯えるとかではなくて、はい、悪だからまた殴られてもしょうがないと思ってるんですよ。わかんないけど、なんか、うん、あくまでも教育の一環として僕は思ってたんで、うん、なんか別にいやもう殴られても怖いんですもう、うん、母親の元にいたくないっていうのは別になかったんで、はい、学校大好きだから学校はちょっとやりすぎかなと。そうですね、ちょっと過敏っていうかね、そうすごいなと思いましたね。全身見るほどみたいな、ね、お尻までかっていうね。さあ、そこでジャガさんに交代しまーす。やれんだね、そんなに喋ってたから早く来てよ。ね、この顔が見えないで喋りたいんだよ。ジャガさん、そろそろ杖使うのかな。こんなとこグーって思って持ち上がるほど。ほら、あれだけんなよ。ほら、いるんですか、携帯大丈夫ですか。